ダイソーの新商品ボードライトを買ってきました。蛍光マーカーで書いた文字が光る。何回でも書き直し OK だそうです。以前に光るアクリルパネルを自作しましたが、こちらはなんと220円で買えてしまいます。開封。台座とアクリルパネルが入っています。 USB はタイプ A、 ケーブルの長さは900ミリくらい。電源スイッチはありません。すごくシンプルな作りですね。内部に LED が3つ見えます。後で分解しましょう。保護用のシートを剥がして使います。点灯、結構明るいですね。蛍光マーカーもダイソーにいろいろ売っているのを買ってきました。色合いはこんな感じ。紙の上とアクリルでは色合いはちょっと違いますね。薄い青と緑はほとんど映りませんでした。書いてすぐなら水で湿らせるだけでも割と消せます。アルコールなどは NG です。分解して中を見てみます。外側にネジなどはないのでこじ開けます。とてもシンプルな作りです。せっかくなのでもう一つ買ってきました。単色では寂しいので LED をフルカラーに改造します。内部の基板を取り出します。代わりに 100mm の LED テープを貼り付けました。いい感じですね。色を自由に切り替えできると楽しみが広がります。はっきり光らせたい場合はやはりポスカが優秀です。また幻の爆撃ごっこがはかどります。今日はダイソーのボードライトの分解とフルカラー改造をやってみました。インテリアや店頭ポップ、イベントスペースで看板代わりにしたり、使いどころはいろいろありそうです。アクスタをライトアップさせたりしても映えると思います。気軽に買える値段なので改造のベースとしても優秀ではないでしょうか。皆さんもぜひいろいろ試してみてくださいね。